どうもこれピンコです。そうです。ジョーです。はい、今回はドラコン選手ってもちろん長尺だし、うん、まあ48インチっていうルールがあって、でヘッドももちろんそのルールの適合内で、今ヘッドとね、まあそのシャフトの長さ、まあ、シャフトの重量も結構バラバラだよね。うん、40g 台から 70g 近いやつとか、まあ、フレックスも、ね、レディース並みにあったり、トリプル X みたいなやつあるけど、今回はそこじゃなくてグリップに注目してみました、うん、一般的なグリップ 50g だと思うんだけど、まあ、一番それに近い MCC、うん、このコードになってるところとラバーと2つこう分かれてるやつで、これ 48g です。ミケルさんが使ってるやつ。これが、極端に軽いツアー25っていう、これもゴルフライダーのグリップで、ツアー25の20が重さです。25g、まあ、前後で、実際測ったら 27.5 とかあったですね。だからこことの差が48と、まあ、27.5 なんで、まあ、大体 20g 差です、うん、で今回の比べ方でいうと、これちょっとねシャフトの色が違うけど、これはパダーソンの、LD-S ぐらいのやつで、これもただの色違いです。同じ LD30 の S、うん、で長さも全く一緒、うん、でヘッドも同一、うん、ヘッド重量が 189.いくつで、総重量を比べるとですね、やっぱグリップ分だけ違う。 20g、 これが、軽量のねグリップが 285g で、こっちが 48g のグリップついてるの方が 305.何g だったね。ということで、まあ、これをちょっと売ってみた動画を、あのユピテルのも初速オンリーです。あー、グリップの軽さによってね、総重量の軽さによって、まあ、あと初速でね、あと方向性っていうところを、うん、まあ、見てもらおうかなと思います、はい、はい、ではどうぞ。ちょっと引きすぎ、あって あれだな、クソフェの日はいいんじゃない。Thank you.
まず結果から言うと、初速で言うと、ツアー25、軽量の285の方が 87.4 とかマックス出てました。で、こっちのね 48g の入ったワンフツーのグリップの方が、86.56 とかその辺、7はいってなかったですね。なので差がね1ないんですね、初速で。うーん、だからそのヘッドスピードが上がったと言えないよね、20g で。これは差が あると思いますよ、人によってね。僕はなかった、 20g の差が。そして方向性、ツアー25ひどい、めっちゃ曲がる。もうほとんどこうまっすぐこう飛ばせないというかね、ドラゴンがまんぶりした時にね。だけどこの48はね、やっぱこうある程度まっすぐ行くボールもあったし、もちろんドラゴンでね、まんぶりに近いから曲がるのはこう当たり前というか、そういうことなんだけれども、やはり方向性タイミングが合わせやすかった。もしこう6球打つ場合ね、バランスが変わるじゃん、5ポイントだと、でも絶対振動数とかも、めっちゃやばいのね、同じシャフトなのに、これこうもう僕の中では 1.5 フレックスぐらい。その分でもこう球が捕まってるから初速がこう出るのは分かるし、スピンが老けてない感じがして、あともう一つ言うと、体がねスピードに耐えきれないっていうのが速さに、もちろんこうテイクバックにも勢いがこうブワンとつくし、やっぱヘッドスピードが上がる人ももちろんいるはずだし、僕はそれがちょっとこうコントロール、クラブをコントロールできなかったなっていうスピード感がね。これの特徴としては、あの海外の選手でマーティン・ボグマイヤーだったか誰かがこれをね使ってる、同じスペックで。この人はマイルでいうと初速がね232、102とか103とか出てるの、そういうスペックで、まあ、そういう選手もいるんです、で、まあ、それ以外にもその世界の予選とか見ててもこのグリップつけてる人がいて、でこのグリップの特徴は25だからやっぱ薄いはずなのよ、なのに若干ねこの太さね、太さは若干細い、だけどこの左手というか、まあ、グリップで持つ場所に関してはものすごいソフトで、その厚みを感じる、このゴムの柔らかい、薄いっていう感じではない、さらにこうグリップまで動いてる感じがして、それがちょっとこう対応しにくかったのかなと思いますね。これでも一般の人がゴルフで使う分にはいいんだよね。あのね、これで僕ラウンド行けって言われたら打てるの、軽く打てばそのシャフトのしなりが分かりやすいし、グリップもこう変に力んだらその動くって分かってるから、しっかりタイミング作って打てば全く問題ないの。だけどドラゴンになると合わせづらかったっていうだけの結果だから、その45インチ台とかで軽量のグリップ試す場合でもやっぱりヘッドのバランスが出ていくわけだし、でも総重量を減らしたいとか、まあだからトモで言うと固めの 5X とかさ、ああいうのを 40g のグリップ入れて動きを出さして、軽さも出す、だけどちょっとバランス出るみたいなさ、もしこうヘッドの、ね、ウエイトを変えられるものでも変えられる可能性はあるけど、そのクラブの、ね、総重量を変えるとしたらグリップ、ね、硬さとかね、まるっきりこう多分変わるから、新しいクラブになる感じがするので試してみる価値はあるかもしれない、ということでした。はい、今回はありがとうございました。